こんにちは、荒木和弘です。令和4年6月10日金曜日、ショートメッセージの第797号をお送りします。高沢浩二さんの本宿命の中にですね、淀号グループのリーダーだった田宮高麿が、高沢さんに、ここには養鶏、ここにはというのは北朝鮮ですね、ここには養鶏日本人がおるんや、帰ったやつもおるというふうに語るシーンがあります。これは一体どういう意味なのかって結構奥が深いですよね。まあ、ともかくたくさんいることは間違いがない。帰ったやつもおるというのは一体どういうことなのかということなんです。一旦拉致をされて、何かの理由で日本に戻ってきている人が、いるのではないだろうかということなんですね。で、実は1980年代ですが、こんな事件がありました。群馬県庁に勤めていた職員の人で、職場の同僚と新潟の海岸に海水浴行きまして、で、そこで失踪をする。で、2年ちょっとしてからですね、沖縄で、突然見つかるんですね。沖縄から突然電話をかけてくる。で、慌てて家族が飛んでってですね、本人だということを確認するわけですが、それまでの記憶は全く覚えていないというふうに言っていたそうです。で、海水浴で別れて、自分持ってたものは残ってるわけですが、免許証がなくなっていただけで、他のものはみんな残っていたという話です。で、この人は実は数年前に亡くなってるんですけどね、県庁に復職をしました。本当だったらば、2年数ヶ月経っていたので分限退職になってたんですけども、復職をして、その後林野庁の職員になっていた。で、別の県で、結婚されて、で、お亡くなりになったのは数年前ということでした。非常に不思議な事件なんですけども、もうご本人がいないですから聞きようがありませんが、ひょっとしたら向こうに行って戻ってきたという人のうちの一人なのかもしれないというふうには思います。で、福留紀美子さんなんかも一度日本に戻ってきてますね。で、横浜の友人のうちに泊まり、そして、高知の実家に戻ろうとして、途中で、北朝鮮に連れ戻された、ということだった。で、例外ではないはずで、他にも何件かおそらくそういうことは起きていたはずだと思いますし、今でもそして日本に戻ってきている人もいても全然不思議はないと思います。調査会のリストで約470人の人がいますけども、これまで見つかった人は50人以上います。ですから、520分の50ぐらいが見つかっているということなんですね。で、この数多いか少ないか何とも言えませんけども、見つかってから改めてその間どうしていたのかというのは、これほとんど警察が見つけているので、我々は正直言って分かりません。で、見つかってしまうと逆にプライバシーの問題があってですね、我々も調べにくいということがあるのは事実です。でもひょっとしたらその中に向こうに行ってから戻ってきた人がいた可能性もあるのではないかなということをちょっと思っています。北朝鮮は、いろんな理由で連れていくわけですけども、中には工作員にしようとした、ケースも当然あったと。で、おそらく蓮池さんたちも最初は工作員にしようとしたんだろうと思います。で、しかし、それうまくいかなかったということなんでしょう。でも、そんな風にしようとした人たちをですね、日本に送っていたということなんかだって、考えられないことでは当然ないわけですね。そういうことも含めてこの拉致問題全体を考えてみる必要があるんじゃないかと思います。で、拉致がどこまでが拉致なのかって非常に、そうするとなおのこと分かんなくなりますよね。自分の意思で向こう行って帰れなくなった人、そして、帰れなくなった人の中で何かの理由で日本に戻された人、こういう人たちをどういうふうにやがて、分かったら扱うのかということは、非常に難しい問題です。で、あと、またこの全拉致被害者の一括即時帰国という言葉ありますけども、それ北朝鮮にぶつけるのは当然としても、
例えば、灰乗りをしている場合ですね、誰かを北朝鮮に連れて行って、そしてその代わり工作員が成り代わる、まあ、原忠明さんみたいなケースだった場合は、これ本人が帰ってきたら、その成り代わった人間すぐ分かってしまいます。これを北朝鮮側返すってことはなかなか難しいんではないだろうかなというふうには思うんですね。まあ、本当に拉致被害者、さまざまなケースが考えられます。その一つは日本に戻ってきた人がいないだろうかということです。まあ、そんなこともぜひ気に留めておいていただければ幸いです。今日もありがとうございました。